こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。カツオです。よろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマです。失敗しない練習3成功ということで、失敗しない練習シリーズ第3弾です。失敗しない練習とは、無駄のない練習、練習を無駄にしない、頭と体を使う、超重要な4つの箱、目的、方法、成功、失敗と、4つの箱で順々に説明していっています。今日は成功、成功とは、あれ映ってるね、はい、上達のポイントですね。まあこれもね、皆さんもう分かってることですよね。練習に対してこうやったら成功だよとか、こうやったら上達するんだよみたいなポイントを話すということです。みんな話してるとは思うんですけど、結構意外に言い忘れてる人も多いので、しっかり目的と方法を言った後に成功も言うという頭にインプットしておいてくださいね。じゃあ早速ですけど動画見てもらいましょう。どうぞ。はい、じゃあパスの練習していきます。今日は速いパスができるようになって、試合でカウンターが速くできるようになろう。カラーコン4つ置いて時計回りに回ってパスをしていきましょう。でその時気をつけなきゃいけないのが、もらう時に必ず腕を伸ばしてもらうことね。でもらった後パスする時に必ず相手に向けてパスをすること、体を向けることね。これやっていきましょう。どうぞ。はい、見てもらいました。まあそんな難しいことじゃないですよね。どうやったら上手くなるかっていうことを伝えるだけなので、難しいことではないですけど、こういうイメージですね。階段でこう上がっていくという感じで思ってください。ポイントはこちらです。3つまで。これもまあ単純な話で、あんまりいっぺんに言うとわけわからなくなるけ、少なめに最大でも3つまでということにしましょうということです。これを覚えつつ、次です。成功をステップアップさせていくという活用方法に入ってきます。どういうことかというと、さっきのもらう手、体の向きだけだと実は速いパスっていうのはできない。最初からそれは知ってて、実はあと2つあるんですね。全部で4つポイントがある、いわゆる4段ある。だけど最初にわざと2つだけを言う。目的方法に対して成功がこの2つですね。で前回方法の時も言ったんですけど、これを固めつつここだけをステップアップさせていく方法です。例えば1週間練習を始めた1週間、もらう手と体の向き、イメージで言うとこの2段ですね。この2段を上がるために1週間かけました。1週間後、もらう手と体の向きが選手がすごくできるようになってきた。よしよしよしと。ではそこであえて次の2つのポイントに行こうと。投げる手、もらう手、もらう体の向き、次は投げる手をこう平行にするみたいなポイントがある。あとは全体的のスピードを上げていくという、次の3段目4段目の階段を、ここを変えていくということですね。目的、成功は、方法は一緒なんだけど、最初1週間の成功のポイントがこの2つで、その上に次この2つのポイントを、成功のポイントを上げていく。あくまでも階段を積み上げていくというイメージで、わざと2-2で話してあげるということです。で、一気に4つあるんだな、一気にいやええじゃんと。別にね、ポーンともうもらう手で、初日にもらう手と体の向きと投げる手とスピード、じゃあそれポイントにやってやってって言うとダメなんですね。一気に4つはダメです。なんでかというと、イメージですよ、あくまでもイメージですけど、全部4つ言っちゃうとこういう感じになっちゃうんですよね。選手からするとすごい一気にでかい壁がボーンって出て、これどっから登るんだろうみたいな感じになっちゃうんで、そうではなくてこういうのをやめて、一段一段こう階段を見せてあげることで、最終的に一番目的の高さまで登っていくという感じで、4つのポイントをあえて分けるという方法をステップアップでとさせていただきます。じゃあですね、実際どうやって練習を作るのという話をちょっとしていきますね。例えば昨日の試合でこういう課題が見つかりました。だからそれができるようになりましょうという目的ができます。で次、じゃあ俺実際に練習どこどこにマーカーを置いて、何人並んでこういう風な練習をしようという練習方法を決めます。当然次決めなきゃいけないのはこの階段ですね。
階段の内容と段数を決めていきます。それも皆さんが決めることなので、例えばこれ今4段ですけど、もちろん3段の時もあるし2段の時もあるし、ただ10段とか15段みたいななっていくとちょっとわけわからなくなってくるので、段数が多い時は方法を変えていく、段数を減らすためにここの方法を変えていくとうまいこと段数の調整ができていきます。例えば10人でやるようなスポーツがあって、10人が全員の戦術が覚えなきゃいけないっていう目的なんだけど、それに対しての階段があまりにも多いとなった場合、いっそも5人5人人数を減らして5人5人にして、それぞれの5人の階段5人の階段っていうのを作って、そこをまず目標にして、で中腹でその5人が集まって、今度は10人で最後の5段を登ろうみたいな方法を変えるというやり方もあります。でそういうのを作るのにすごく大事なことがこっちですね。コーチが階段のイメージをしっかり持つ、こっち持つね、持つ、はい、ということで、これすごいねよくある話なんですけど、これも僕も いろんなところで見ていて、なんとなくですけどコーチがいますよね。で、まあ、後ろに選手がいるイメージで、今日こういう練習するよと、この目的ここだよみたいなあります。でそのためにこう階段を作ってますイメージで、でじゃあみんなついていこうつってこうやって登っていきますよね。でやってるうちになんかコーチが気分良くなっちゃったりして、とかなんかこう思いついちゃったりして、途中でああなんかこれなんかこっちかなみたいな感じでこっちの階段登っていくんですよ。で当然選手ついてくるんで、ずっと登ってって、ああなんか気持ちよくなってきたつって、わーってあって、今日練習終わりましたつって、練習終わったと時にあれ本当向こうの山行きたかったのにこっちの山行っちゃったみたいな、そういうことってめちゃくちゃあります。選手からすると、ああこういう練習するんだと思ってずっとやっていくうちに、コーチがこっち行くからこっちそのままついていくと、あれなんか最初ってこの練習しようって言ってなかったっけみたいな、なんかわけわからんとこに登ったねみたいな変な空気になるんですよね。これ本当にあるあるです。よく僕こういうケース見るので、しっかりとコーチ自身が階段のイメージをしっかり持つ、でその後に選手をついてこさせるというイメージをしっかり持っておいてください。であと次こちらです、ポイント、期間は自由ということです。さっき僕この階段を1週間1週間、つまりトータルで2週間の話しましたけど、このイメージはどん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 変えていってください。2週間ではなくて、例えばここを4ヶ月って見てもいいです。わかります？さっきみたいにこうでっかい戦術とか、戦術 A 戦術 B みたいな、チーム全員が動くようなこと、例えば A から B に行くみたいなこともあるし、いろんなでっかいことだったり人数が多いことになってくると、この一段一段に上がるのに結構時間がかかったりする時もあります。でもそれもちゃんとしたイメージを持っておけば大丈夫です。4ヶ月かけて階段を上がることもある。逆にこの階段が20分で終わる時もある。そのイメージもしっかり持っておいてください。例えばこの練習に関して言うと、例えば、ね、まあ難しくないとしましょう。これがなってくると、わざわざ2週間かけてこんなところに上がる必要もなくて、実は20分ぐらいで上がれるよと、ね、この20分上がるというこの期間、段数も皆さんが決めて、この期間も皆さんが決めれるんです。あともう一個決めれるのが、さっきはもらう手体の向き、ここまでを2ですよね。2のポイント、次の期間で2のポイントってしましたけど、この切り方も皆さんがどん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 自由に決めていっていいですね。さっきの例えばこれは全部20分でできるとしますね。20分でできるとした時にこういう感じですね。この2つのポイントは10分でやって、その次の10分でこの2つのポイントをやるっていうやり方もあるし、1個1個5分ずつにする。1段上がるのにこれを5分やって5分やって5分やって5分やる、で最終的に20分で終わらすということもあるし、例えばこの練習自体がここがめちゃくちゃ簡単なメニューだとしますよね。ここまではもうすぐできるよみたいな、ただこのスピードに関しては結構なんか何回も練習する必要があるみたいなこともあります。スキルによってはこの必ずしもこの段差が全部が一緒じゃない時もあるので、例えばそういう場合、こっからここね、3つはもうすぐ5分だけでやって、でその後スピードに関してはもう15分みっちり時間かけてスキルアップをさせていくという、そういう
期間も自由だし、その段差の分け方も自由なので、そこら辺は皆さんあのイメージをあの柔らかく持って、スキルによっても違うし、選手によっても多分違うと思うのでやってください。ちなみにですけど、僕はこれはこういうのは一個一個やるのが僕は好きです。例えばこのもらう手投げる、この流れで言うと、もらう手だけをやる。最初にあの、まあ、例えば選手がいて、あのじゃあパスを受けてみてっつって、でとにかくこの手だけ、この手を伸ばしておくだけ、もうこれだけやって、それもやらなくて、他のことやらなくていいからっつって、誰かにパスしてもらってパンってやる。はい、じゃあ次、はい、パンってやる。はい、じゃあもう一回かして、でパンってやる。このもらう手だけを5分間やる。で次できるようになったねっつって、じゃあ次ねっつって、じゃあそれをもらってから今度体をこっちに向ける。この練習だけでこっち投げなくていいから、もらってこれ向ける、もらって向ける、もらって向ける、もらって向ける。これをずっと5分間やる。で次また5分、次今度じゃあ投げてみよう。もらって向けて投げ、この時に手をまっすぐねっつって、こうこれをやる。そう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 、これができるようになる。5分後これができるようになって、最後の5分で今のやったやつトータルをとにかく早くやろうっつって、これを早くやる練習っていう間に、この今度はスピードっていうのが意識しすぎて、こうもらう手が縮こまっちゃったりすると、じゃあじゃあ最初に言ったね、このもらう手1234のこのあくまでも階段で上がっていくイメージなんだよというのをコーチがしっかり持って教えていくと、たまに戻ったりする時もあると思うんですけど、あくまでも階段のイメージでやっていくというのは、僕はちょっと疲れたけど一個一個上がるのが僕は好きですという話ですね。皆さんの好きな方法ももしあったらコメント欄に書いてください。ということで今日のまとめです。はい、いくつもの夜を越えてということで、はい、栄光への階段ということで、あ、見せないと、はい、栄光への階段を皆さんがイメージを持ってもらって、選手と一緒に階段を登っていきましょうという話です。今日の講義じゃないかはおしまいです。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。